はい、皆さんこんにちは、こんばんは。女装研究家のタイガでーす。本日、整形手術の当日でございます。はい、今現在用意しております。今ちょっとアイロンしながらなんですけども、ご了承ください。池袋にあるフローラクリニックさんというね、クリニックで、整形手術を行ってきます。はい。どこを整形するのかっていうところなんですけども、この輪郭の部分、ここの脂肪吸引ですね。はい。ここ。僕二重顎じゃないですか。あと、ここの人中短縮です。ここの人中短縮の手術をやっていきます。ここ人中短縮をすることによって、この唇が上に上がるわけですね。ここから、こう上に上がるわけですよ。これぐらい。約5ミリ。今回、その手術をしに行きたいと思います。緊張してきたな。緊張するな、やっぱ。手術、緊張するな。皮膚がどうしても治る過程で硬くなってしまうので、ボコボコ硬くなっちゃうので、それを滑らかにするための施術をしていただきたいです。はい、まあ、そのためにやっぱり拘縮、術後の硬くなるって言ってるじゃないですか。はい、これも非常に出やすいんで、まあ少なくとも 2,3 ヶ月ぐらいは結構強く出ちゃうだろうし、まあ、半年ぐらいかけて消えていくっていう感じですね、その辺は。はい、結構長いと思います。で、腫れに関しては最初の1週間ぐらいの、いかにも腫れてるなっていうのはもう1週間とかで結構ひできちゃうんですけど、はい、拘縮ですね、硬いなっていう組織、それは最初どうしてもやっぱ出ますので、それは長引くかなと思ってくださいね。マスクの注射をしていきますからね。はい、それはボールとか持ってもらえばよかったですね。なんかそうですよね、何も持ってもないとちょっと怖いですよね。手すごい震えてますね。大丈夫ですか？大丈夫です。すごい震えてます。怖がりだ。痛くなかったですか？怖がりだった。震えてます。震えてますね。震えてますね。まだね、やったばっかなのでどんどん経過をまた、後日動画にアップしてまいりますので、本当にファンも含め、僕の周りの方も含め、めっちゃ聞かれるんですよね。なんかいいところ、クリニックないみたいな、信頼できるとこないって。で、安いとこいっぱいあんねんけどな、関西の方なんですけど、安いとこいっぱいあんねんけど、どこに行ったらいいか分かれへんみたいな。高ければいいってもでももちろんないんですけど、ただやっぱり安さだけで決めてしまうとですね、結構まずかったりする時もあるんですよね。例えばその練習中の先生も当てがわれるとかってことももちろんありますし、はい、良心的で安いところももちろんありますけど、はい、だから値段だけだとやっぱり分からなくて、高くても安くてもやっぱりちゃんとその信頼できるかどうかっていうのを自分でちゃんと確かめて、はい、合うかどうかっていうのもね、見てみた方がいいとは思います。すごい、もう辛いです。まさに僕も一回失敗してるんで、私はここのクリニックじゃないんですけどね、別でやったところで重くそ失敗してるんで。まあ、でも信頼関係ってやっぱ大事なんですよね。はい、信頼関係がないと、
ああなんであそこでやっちゃったんだってなるじゃないですか。なんかその勢いでなんか今日やりますとかね、ロームを組んでちょっと、はい、じゃあ断りづらいんでやりますとかでなっちゃうと、はい、やっぱりこう悲しいんで。そうですね。なんかもうかなり引きずりますよやっぱり。うん、自分で考える時間があるかどうかってのは結構大事なことだと思うんですよね。じゃあ鼻移されへんよねこれ。だってまだ1日しか経ってないので、何とも言えません。こればっかりは。あれから3ヶ月半ぐらい時間が経過しました。今はちょっとこれ加工してるんですけど、一切その骨格の加工とかしてない、ここ最近の僕っていうのを皆さん見てもらいたいんですけど、やっぱ全然違うんですよね。まあ僕自身このダイエットで、ここ最近ダイエットで結構痩せたっていうのもありますけども、そうじゃなかったとしても、やっぱりこのフェイスラインの部分っていうのもまあくっきりしてるし、痩せたとはいえ20顎っていうの残ってたはずじゃねん。だけど、がっつりなくなりました。うん。この拘縮って言って、ボコボコボコってなる現象があるんですけどね、脂肪吸引とかしたら。それがまだ残ってるんですよ。あれ残ってるっていうことは、まだここスッキリするっていうことやと僕は思ってるねんな。うん。あと、この人中短縮に関してもそうですけども、いや、まあ、やってる自分っていうのはわかりやすいですよ。自分やから、自分の体やからね、顔やから。あ、なんか違うなって思うんですけど、だから時間経って、こうやってね、3ヶ月以上時間空けて、もう一回改めて見ると、あ、違うわってやっぱ思いました。うん。5ミリ近づけてるっていうだけでも、やっぱガラリとやっぱ雰囲気っていうか変わりましたね。うん。まあ、ほんまに細かいことかもしれへんねんけど、そういったね、こういう細かな部分、コンプレックスとなってる部分を直すことによって、まあ、自分に自信が持ててくるようになるんやったらね、絶対やった方がいいと思うし。まあ、こういった感じで今回フローラクリニックさんで人中短縮と脂肪吸引、顎下のね、あと顔周りの、をお願いしましたけども、やっぱその場所によってね、なんかその良し悪しっていうのもあったりもするし、もしかしたら他の人にとってはフローラクリニックさんが、とか思うかもしれないですけど、僕は、ちょこちょこそのいろんなね、そのバッカルファットとかしに行って別のところでね、失敗したとか、そういうのも経験もあるんで、その中で言うとやっぱフローラクリニックさんめっちゃ良くしてくれたし、手術も全然痛くなかったんですよね。うん。だから、今後もまたお世話になりたいなと思ってます。はい。まあ僕自身はね、先生ともすごく仲良くさせていただいてるので、できればそのフローラクリニックさんをもっと、推していきたいので、はい。まあまたこういったね、感じで、新しい手術みたいなすることになったら、また動画アップしてまいりますんで、またよかったら見てください。じゃあそろそろ終わります。では皆さん、バイバーイ。